はい、いただけます。いただきます。ありがとうございます。全部適当に撮ってください。すごい美味しい。写真撮ろう。あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか。本日はゲストの方をお呼びしております。ご紹介、自己紹介お願いします。上条ゆりなと言います。よろしくお願いします、はい、お願いいたします。ゆりなさんはもう現在介護福祉士さんとして活動されてる、はい、プラスモデル業もやられてるという、それこそ僕ずっと聞きたかったのが、そのモデルさんやって介護士さん、モデルさんやって看護婦さん、看護師さんとか、モデルさんやって何かみたいな方ってみんなモデルがメインになるじゃないですか。それはならなかったんですか。がっつり介護福祉士メインじゃないですか。はい、ならなかったんです。へえ。向いてたのが介護の方が、多分自分が楽しいのが介護の方だった。すげえな。まあ、こういう質問しといてもゆりなさんの記事全部読んでるんでもう分かってはいるんですけど、一応多分見てる方で。嬉しい。真面目ですよね。いや真面目ではないです。すごいです。事前に読んでくださったってことですよね。ということで今日はですね、はい、普通にご飯食べて、うん、終わりです。はい、はい、嬉しい。よろしくお願いします。お願いします。よし、まず何をするんだ。スープ。ああ違うね。あ、ミスった。もういいや。サラダ油ですね。絶対多い。関東大震災に生まれてるんですよ。だから本当は9月1日なんだよね。あと5分で終わります。あ、はい、終わります。いいですかね、いくらでも。ありがとうございます。おじいたん、はい、本日のご飯でございます。はい、なんだこりゃ。なんだこりゃ。おいしそう。肉は？なんて？なんて言いました？肉？エビ。エビ？エビくん。おいしそう。え、本当においしそうですね。いやでもね、上手。いや、ちょっとね、ちょっと味濃いかもしれないです。大丈夫です。ありがとうございます。え、黄色いのは卵？卵でした。絡めて食べるとめっちゃ美味しそう。いただけます。いただきます。ありがとうございます。
んですよ。写真撮ろう。あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか。ありがとうございます。いいじゃんいいんだよ。分けない。分かった。俺がもらうから。とりあえず食べなさい。俺がもらうから。はい。とりあえず食べなさい。優しい。いただきます。改善の余地ある。あ、そうっすね。大丈夫？大丈夫？ちっちゃんは大丈夫って言います。引っ張ってあげてください。大丈夫だよ。ゆりなさんの。ありがとうございます。マジで和洋折衷関係ないんでカプレーゼみたいな感じになってる。あ、チーズも入ってる？チーズも入ってます。へえ。嬉しい。おじいちゃんは牛乳飲むときと飲まないときあるんで、カルシウム、そうそう、タンパク質良くなってきたから。素晴らしい。だから良くなったんですかね、骨も。わかんない。ね。いただきまーす。気になっちゃう。俺ずっと立ってるんで、飯食ってても。ずっと途中から画面からいなくなってるんで。あ、ちょくちょく。いろいろ気になっちゃって。おじいちゃん、はい、トマトいっぱい食べるのはいいけどさ、うん、エビチリじいちゃんが食べないと誰も食べれないから。はいじゃん、左手出して、はい、左手使って食べてください。はい、はい、おいしい、おいしい、おいしい、うん、いいね、さじゃあこれ食ってくれよ、これちょっと、それも取ってあるかな、あなたのこれ、これもう端っこやで、じゃあこれエビチリ取って、おじいたんエビチリ、エビチリ、はい、全然言わないからいや、サラダ美味しいです。これはあの番組で教えてもらったまかないのやつで超簡単に作るんですよ。え、キャベツに海苔、うん、まぶして、うん、そこからサラダ油、お酢、醤油1対1対1で、うん、この味になります。超うまい、うん、何にでも合いそう、うん、あ、うまっ、うん、うん、うん、どうだよ、じいちゃんエビチリ、いいですね、よく噛んで、新しく入れば作ったんですけど合わなくて、また今度作り直さなきゃ、あ、直さなきゃいけない、うんうんうん、調整して、これだ、昔の入れば今、うーん、確かにちょっと合わなそうな音が聞こえますね、うん、そうそうそう、うん、でも噛めてますもんね、今ね、噛んだ、
エビがうめえか。うまい、食べた。うん、いいね。前は結構こうなってこぼれることが多かったんで。前っていうのはどれくらいの？骨折してちょいぐらいかな。1日2日3日とかはもうなんか元気なくてこうなっちゃうこと。背中の太いだけですね。うん、そうっすね。このつっくね、これが鶏とお豆腐1対1の。基本1対1にしとけば何でもいい。すごい。お豆腐と鶏ひき肉だけで何もつなぎも何もいらず、で、あったかいお湯にポツンちゃったらこれになります。これいいですね、柔らかいし。一回コメント欄がめっちゃ荒れて、お前はなんでそうやってエビチリとかとんかつとか唐揚げとかマックとかそういうの平気でおじいちゃんに食べさせるんだってなってで、もう嫌で、でそのまま言い返しても何も始まんないから、誰か料理教えてくれっつって、特に健康に気使える方っつったらゆきさんっていう料理研究の方があれゆきさん連絡くださって全然教えますよって言って教えてもらったお味噌汁です。絶対柔らかい、おじいちゃんが食べるんだったら全部柔らかいメニューにしてくれて、で美味しいで健康も取れ、栄養も取れる。すごいですね。わざわざコンタクト自分で取ったの。はい、一緒でだから一緒です。そう、あ、私もいいな。すごい。会いたい人とか欲しい知識とかそれがあったら。だんだん行っちゃうし、すごい、すごい行動力。私絶対行けないんで。いやいやいや、すごい。ゆりなさん、とんでもないでしょ。いやいやいや、話したいなって思ってもなかなか声が出るの勇気出ない。本当っすか、今はそのお仕事でお会いした方々と、そのなんだ仕事をしてる感じですか。そのあれですもんね、介護福祉さんやりながらその活動というか広めてるわけじゃないですか。介護のこういうことした方がもっといいよみたいなことを簡単に言ったら、啓発的なのはその仕事で出会った方々とどんどん広めてってる。だってお医者さんも一緒の仕事されてますもんね今、って感じですか。仕事で会ってみたことですか。そうですね、だいたい仕事で会うか勉強会、ああそういうのがあるのか、で学会とか、はい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 、それが多いかな。そういうのがあるのか。そうです、勉強会が多いかもしれない。だから YouTube 勉強会ではないんでないんだ。しかも介護系 YouTube 勉強会はないからそれ普通はありますよ。そのUUUMの人と一回やってた時あったんで、吉本行った時に、だからなんか勉強会とかありましたけど、なんかすごい人もいないし、吉本でめっちゃ YouTube 頑張ってる人もいなかったからその時。粗品さん、かまいたちさんと霜降りさんだけでも完結しちゃってるような。食ってます？食いました？これから食べます。なんだ？あ、飯か。はい、これ食えるだろ。やだ、全く食ってないです。ダメです、食べてください。じゃあお散歩とかちょっと出てないですか。出てないです、あとで一緒に行きます。マジですか、あ、じゃあ、ね、嬉しい、なんかありますよね、きっと。公園みたいな。
いや、ありません。めっちゃあります、この辺は。お茶持ってきましょう。この辺しかない。これしかない。なんだ？スレービーか？トラックだ。外のトラック。よくあんな高い音聞こえたな。介護系の YouTuber で一番フォロワー数多いですよね。いや、どうなんだろう。介護系 YouTuber って何ですか？何ですかそれ。勝手に僕今言ってましたよ。そうですよね。今言ってましたよね。ジャンルで分けたらでもそうなりますよね、多分ね、うん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 、家族系というよりかはまあでも家族系ではあるっちゃあるけれども、けれどもそう、まあ家族系兼、うん、家族介護系家族介護系TikTok とか見ると私結構いろんなおじいちゃんおばあちゃんをフォローしてるので、うん、はいはいはい、結構いるな、結構いますよね、はい、そう結構いる印象はあるんですけど、うんうん、YouTuber って YouTube にしてる人ってそんなにいないイメージ。ああ、嫌じゃないですか、だって家族で家族使ってお金稼ぐ。本当に俺もめっちゃ嫌だったんですよ、めっちゃ嫌だったけど、そうだったんだ。だからどうぞ TikTok だけだったんですけど、うん、大学の同期が慶応の同期のやつが、うん、稼げるチャンスがあって何もしない意味が分かんないって、うん、でそのお金お前稼いだらおじいちゃんのためなんかできんだろっつって、うんうん、お前今芸人で全く稼げてないんだろって、うんうん、絶対やった方がいいじゃんって言われて、うんうん、やろうってやりました。すごいですね、うん、よく折れなかったですね。うん、元々好きなんだよね、やっぱこういうのやるのが。あ、ご飯とか。ご飯とかも。悔しいし、ずっと美味しくないって言われてるおじいちゃん。あ、こんな時期もあったんですか。最初の方見てくださいよ。ずっと美味しくない、硬い。え？いらないもう。あ、そうなんだ。めっちゃありますよ。そうなんだ。すごい。やつさん、最初はご飯美味しくなかったですか？最初はね、やっぱり炊きたてのご飯っていうのは、うん、その人の特徴があるんだけどね。おじいちゃん、最初僕の料理美味しくなかった？最初はな。マジで正直なんだよな。ガツくな、本当に。でもそのおかげでね、ご飯美味しくなって、こんなに本当に。それこそコロナの時で、うん、同世代の人とこうお話できない時に、うん、おじいちゃんに料理作って、うん、お兄ちゃんとおじいちゃんとしかコミュニケーション取れないっていう時期がずっとあって、うんうん、でその時に料理作るじゃないですか、うんうん、で美味しくないって言われるじゃないですか、うん、そのとこういう鍵の月とか置いてあったらこれを5個ぐらい食うんですよ、じいちゃんが。めちゃくちゃそのなんか何パワハラ夫とその妻みたいな。そんな生活ずっとしてて、なんで私遠回りな嫌味してくるのこの人みたいな。それ共感してくれる方がいらっしゃって、インスタとかに、うん、めっちゃわかりますみたいな、もういらない、あんたの作る料理はまずいって言われてる、うん、でいや俺より多分きついだろうな、向こうはだから実母の方と介護してて、うんうん、そういうこと言われたりします、めっちゃ気持ちわかりますみたいな、いや俺はまさにあなたほどではないなみたいな感じで、うん、ちょっと明るくなって、そのさっき言ったゆうきさんとか、あと芸人辞めて料理にやられてる先輩とかいるんで、その人に俺が食べて柔らかくて美味しいと思ったやつはレシピ聞いて、本当はダメなんですけどね、お店のやつだから、その人が作ったやつなんですけども、もうおじいちゃん用に改良してもらって、これ作ってみんって作って、おじいちゃんの気に入るかみたいなずっとやってましたね、一時期。すごい、
今じゃね、何でも美味しいっておっしゃってましたね、うん、すごい、そんな時期もあったんだ、なんかいいですねいいですね、きっとなんか今うまくできてない家族介護者の人たちは勇気もらえますよ、うん、あ、なんかやっていけばうまくなるんだみたいな、そうそうそう、ね、俺もだって一人で住んでたらこんな料理してないですもん、そうですよね、食べてくれる人がいるから作るだけで、じいたん、左手出して、左手お茶碗持って、これ、はい、エビはどう？美味しい、これ、うん、そこそこ、うん、そこそこうまい、うん、お店のみたいこれ劣化版、お店で買ってきました、じゃあじゃあ、うるさいうるさいだな嬉しいけど嬉しいけど、うるさいな、本当そう、でもお店のみたいに美味しい、これはだからジャンボ高尾のお母さんのレシピをちょっと拝借しておじいちゃん用に書いたものですね。何を書いたんですか？企業秘密、うん、辛いの入れてないという、あとニンニク入れない、素揚げしたエビに、素揚げでもないか、片栗粉つけて揚げたエビに置いといて、玉ねぎみじん切りしたやつにもう先に砂糖とか醤油とかちょっとかけといて、そこにエビぶち込んで、でケチャップバーって、ケチャップちゃんと直接エビにかけずにちょっと離して、あ、はいはい、酸化とかあの酸っぱいの全部飛ばしてから、へえー、すごい、料理好きなんですね、大好きです、趣味多いです、趣味多いですね、料理、パチンコ、スロット、パチンコびっくりしました、 YouTube で突然パチンコ出てきて、パチンコ、私パチンコの YouTube なんか登録しないのにと思ってマジ、やっぱさすがに伸びないですね、さすがに伸びないそれも乗っけちゃうんだ、でもあれを別のチャンネルだったらあんま意味ないって、うん、めっちゃ成人扱いされるんで、うん、一部の人から、うん、わかる、すごい、もう何でもやって、こう毎日、うん、おじいちゃんに付きっきりでってやってねえし、パチンコでちょっと十何万負けて泣いて帰ったことあるしみたいなしかも最近最近っていうのがあるから、なんかちゃんとそういうところも伝えてて、こういうリラックスの方法ありますよみたいな、うんうんうん、リラックスの方法ありますよじゃないか、リラックスしてますよですね、推進しちゃダメだから、だから旅行とか友達と飲んだりとか、今度は女の子と飲み行ったやつとか、後輩であのノックアウトっていうキックの試合で、キックボクシング優勝したチャンピオンになった子がいて、と飲みに行った時の動画とか上げたりとかも、その感じですかね、すごい、ちゃんと遊んでますよ、でもなんかあの介護が先にあるからようやく上げれる、あ、まあそうですね、はいはいはい、ね、なんかそれこそ介護系 YouTuber みたいな方で、うんうん、ここまでやってる人いないんで、多分隠さず日々の生活を、この方がなんか勇気というか元気というか、まあ、足なんかこれやってんだったら私もちょっとぐらい気抜いてもいいかなみたいな思ってくれたらって思ってますね。結構相談とか来ますか？うまくうまく、なるべくできる限りやり取りはしてますけど、すごい、アンチとかはしないですよ、あの相談で、うーん、アンチも来るんですね、今アンチはいますけど、その1回で終わるんで、うんうんうん、強パンチは、その
全神経とか全自分の体重乗っけて俺を攻撃してくる人はいないんで、うーん、ちょっと言いたい、そうそうそう、うーん、足なすお前は絶対に違うっていう人はいないんで、うーん、ほぼ何だろう、みんなこれは、うーん、優しい世界です。いや優しくはないです、そこまでムカつきますね、全然ムカつくけど、ちゃんとなんか僕もだから全員には返せてないんですけど、一部の人とかも死にたいですみたいな、うんうんうん、疲れちゃって、うん、他とかにはまあ連絡取って、全然僕もそういう時ありましたよみたいな感じで、うん、今も元気かどうか分かんないですけど、元気になったら連絡返ってこなかったりとかするんで、逆もしっかりで分かんないですけど、連絡返ってこない？DM でね。ああ。1年ぐらい前に連絡した人が久しぶりに見ましたみたいな。うん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 。で、まあ、あの、未だにおじいちゃん元気で嬉しいですみたいな。うーん。いやいや、お前めちゃくちゃその乗ってあげたろみたいな。なんで何普通にメール送ってきたんだよみたいな。まあ元気だったらいいかみたいな。優しい。すごい。優しいですよ。ねえ、相談乗ってあげるの優しい。言い過ぎ言い過ぎ余裕のある時だけですおじいたん、すごいっすか、もうすごいですね、人に過ぎて、あー川崎とかだったらまだ、ね、都会だから過疎地が、なるほど、確かにそっか、おじいたん、お水飲みましょう、お水、なんか気になったことありますね、正直このそんなに飾らず今接してたんですけど、いや、ないです素敵な食卓だなってなんか幸せな気持ちですよどうか、おじいちゃん、在宅やってたから。あ、そうっすよね。うん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 。おじいちゃん、はい、おじいちゃんとご飯食べれて幸せな気持ちだって。幸せです。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとう。それこそおじいちゃんでした。うん、うん、でも4ヶ月だけだったんで、はい、早かった、そのまま自宅でですか、入院せず、うん、うん、なんか、うん、え、その時の夢とか見ます、未だにあんまり見ないですか、夢は見ないかも、なんか最近この見守りカメラの映像とか僕見てるんですけど、うんうん、見守りカメラの映像が全部見れなくなって、カメラ全部違うところ向いてて、でおじいちゃんがそのコードに絡まってこう亡くなってるみたいな夢見たりとか、すごい詰められてる本当に休んでください、あときつい時その夢見てましたね、うーん、追い詰められてるのかな、え、なんかそういうの精神的にって言いません、ちょっと夢診断みたいな、怖い、じゃあティッシュ、はい、はい、どうも、よく気がつきますね、いや、もうすぐ目線をチラチラ、素晴らしい、
ちゃ YouTube 的なことを言うと、うん、ティッシュってここに置くじゃないですか、うんうん、見えなくなっちゃうんですよ、これがカメラから。だからティッシュを遠いところに置いてるんで俺が悪いんですじいちゃんの近くのここに置いとけば別にじいちゃん困らず、うん、こんなことしてずっとこれ撮れるのに、うん、俺ここは置かないんですか。あ、いいんです、ここでよかったんですけど、ここでいいん、僕めんどくさかったから、あ、そう、あっちでいい、あっちでいいやで、こっちでいいかって、そうそうそうあっていうの分かってるから気づこうみたいなのもある、はい、で、気づいたら言われるんで、うん、あ、気づいた、すごい、あ、そうじゃないのねいいやつですね、いいやつもらっとけばいいのに言われとけばいいのにいいんですよ、そういうの言っといた方がいいですこういうの言っといた方がいいですちょっと気持ち悪いんですか、自分の中で気持ち悪いです、このいい人で終われないです、僕はもう印象を。だからパチンコも上げて、パチンコも上げて、飲みも上げて、はい、まだパチンコとかは勝ってる動画しかやってないんで、うん、負けてる動画をやり始めたら大変なことになります。うーん、何か違うんですか。勝ってたらまだいいじゃないですか、こう勝って僕はおじいちゃんのために何かしてあげるっていう感じで今アップしてるんですけど、負けて、それこそ10万とか負けた日におじいちゃん何もしなかったりとか、え、いいだろう、別にいいでしょ、まあいいんですけど、うん、そういう動画あげたら、うん、でもそれはでも炎上させに行ってますよね。そう、パチンコで10万負けておじいちゃんのご飯作んないで隣でずっとぼーっとしてたら、確かに確かに、わざわざ開けなくてもとは思う、うん、リラックスして、リラックスだって今日一日休み、おじいちゃんもデイサービス、じゃあ朝から夜までパチンコやろうって言った日はあんまり勝てないんですけど、おじいちゃんの病院連れてったりお世話とか全部して、で家の洗濯も全部やって、うん、料理もして、片付けもして、うん、で、全部やった、でも、あ、もう閉店まで時間ない、あと2、3分か、ちょっと、じいちゃん待って、それ何、あ、なんか出したやつじゃん、あ、じいちゃん待って、あ、出した、硬いかもしれない、硬いかもしれない、きのこだと思うんですよ、ああ。出すのか、うん、出すんだな、はい、ください、はい、はい、どうもはい、ごちそうさん、ごちそうさんかい、うん、あ、キノコはまだ、はいはいはい、あんまり、うん、うん、これだけ食べない、じいちゃん、やだ、あ、じゃあじいちゃん、じいちゃん、甘いのだったらどうですか。もう少し過ぎたらしい、おじいちゃん、うまくしゃ甘いのはだから、もう少し過ぎたら、あ、聞こえてた、ごめんごめんじゃあお散歩から帰ってきたら、うん、いや、普通にいつの間にか食べてましたね、美味しかった、美味しかったね、うん、美味しかったです。おじいちゃん、はい、今日のご飯は何点でした。うん、まあまあだね、うん、まあまあですまあまあです。点数をつけるとしたら、点数をつけるとしたら80点ぐらいだな。おお、いいじゃないですか。いや、本当にまあまあです、これ、うん、ご飯おいしいけど、はい、以上です、はい、承知します。でもだいぶ感覚取り戻ってきましたね、おじいちゃん、そのエビチリもうちょいうまく作れるんですよ。え、そうなんですか。え、十分美味しいですよ。いやいや、ありがたいです。それぐらい美味しいですよ。ありがたいですけど、もうちょいうまく作れるんですよ。味噌汁はね、良かったと思うんですけど。うん、いいよ、残していいよ、それ。鋭いんだよな、味が。
この前は、うん、おじ高齢者向けに二郎系ラーメンのレシピを考えてくれた後輩が家に遊びに来てくれて、要は、そのままでいいです。なんか油を抜くんですよ。二郎系ラーメン食ったことあります？ないです。あ、ないですね。でもあのよく YouTube で そう見てます。ありがとうございます。それは、いや、いいです。やめてください。お兄ちゃんと喋ってください。僕はあと洗濯物を取り込まなきゃいけないんで、お兄ちゃんをお任せします。私洗濯物やりますよ。いいです。2人で。2人で。洗濯物畳みますよ。危ない。あれです。今からあの上に持っていくので、干すんですよ。あ、干すんだ。いいですか、うん、じいちゃん任すとくプロだから。なんかでも下まで大きい熊を売っていくしかない。え、あれよりも、うん、あれよりも下まで大きいの。今日はありがとうございました。ありがとうございました、おじいちゃんの散歩までお付き合いいただき、ね、ありがとうございます、はい、お邪魔しました。カメラマンとして、カメラマンとしていますけど、でも監督っぽく見えてますね、あの帽子が。確かにそうっすね、監督っぽい。恥ずかしかったです。いいはずさないで大丈夫。8月3日にあるイベントがあるそうで、はい、8月3日にですね、あの芦名さんのように、うん、認知症の家族を介護しているご家族が、うんうん、認知症ケアをやってどれくらい良くなったのかっていう発表会がありまして、はい、大会が8月3日に、うん、白梅学園大学というところでありますので、うん、先着100名です。100名、はい、入場料とかは1000円かかります。お、1000円で、はい、安いです。大丈夫です。ありがとうございます。やっております。ぜひあのご家族とかあの専門職の皆さんも来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。多分僕も行きます。はい、なので、ね、ぜひ皆さんで行きましょう。行きましょう。はい、はい、ということで、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。よかったです。長い間あ、おじいちゃんも拍手してる。しそうね、しなかった。一応最後おじいちゃんの、おじいちゃんどうでしたか。まあまあ、まあまあだな。